ご視聴いただきましてありがとうございます。春日部駅付近高架下工事、2024年2月3日現在の進捗状況です。東口の連絡通路が開通しました。同時に東口から直接1番ホームに向かっていた通路が閉鎖されました。このシャッターが閉鎖の跡です。これから乗り換えはすべて階段を上って乗り換えになります。3月の終わりまでには現上りホームが閉鎖され、仮上りホームへの移設が行われます。現在の表示看板も1ヶ月ちょいの表記ということになるでしょう。以前と若干経路が変更になり、回り込むような形での通路利用となります。ここにフェンスが設置されております。この先のフェンスの立っているところは今後壁が設営されると思われます。では新通路を歩いてみましょう。中央に展示ブロックが敷設され、中央付近には仮設上りホームへの下り階段がありますが、まだ閉鎖されています。この階段も3月中には提供開始される予定です。現在の上りホームは下りホームに転用されますが、その際にどのように変更されるのかが非常に気になるところではあります。新しくできた通路の窓からは春日部駅東口の風景が展望できるようになっております。新通路の窓から浅草方を見ております。新1番ホーム側はまだ線路が引かれていません。屋根上のこの鉄骨ですが、何かしらの電気設備を搭載するのではないかと思われます。歩いてきた通路を反対側から見ております。窓が多く非常に明るい通路が出来上がっております。南側跨線橋との接続部分です。こちらも同じく仮上りホームへの階段はまだ閉鎖されていますが、こちらも3月中には提供される予定かと思われます。新通路から仮上り2番線を浅草方面に見ております。2番線側はほぼ線路の敷設は終了しております。さらにその後ろ側の窓の風景です。中ほどに向かっても線路の敷設がほぼ終了しております。おそらくもう少し採石を入れるのではないかと思われます。ホーム側の工事はまだ未完了のようです。接続部分もきれいにできております。閉鎖された通路の現1番ホーム側の閉鎖跡に来てみました。まだ表示類は残されておりますが、完全に通路跡は閉鎖されています。この現上りホームもあと1月ほどで閉鎖され、仮上りホームへの移設という形になります。仮設の上りホームができると、おそらくはこの特急の後に電車が詰まるという現象は若干解消されるのではないかなというふうに思います。現在春日部駅で昇降のできるホームは上りはこの1面しかないため、特急列車が停車している間、昇降時間に時間がかかると後ろに電車が詰まるという現象が起きていますが、仮上りホームに移ると退避するホームがあるため、こういった現象も少しは減るのではないかと思われます。南側の跨線橋から浅草方面を見ています。線路がまだつながっていない場所があります。これはつい昨日まで連絡通路のあった場所が線路が引けない状態だったためです。昨日までの連絡通路も撤去の跡が少し残りますが、ほぼ撤去跡がなくなっているような状況です。今後は仮上りホームそのものの作業が進行するのではないかと思われます。ホーム東武動物公園寄りには、採石がまた積まれています。この上にさらに採石を積み重ねるか、線路延伸部の採石かと思われます。伊勢崎線第124号踏切付近の用水路の工事の模様です。工事ですっかり埋設されてしまいましたが、この線路の下にはこのような用水路があります。
今後の工事で全て銅管に埋設されるかと思います。では踏切を渡って水路の工事現場の方に行ってみたいと思います。仮登線敷設部分の工事はほぼ終わり、水路のあった痕跡すらなくなってきております。ちょうど水路があったところの上直上に河川柱が立っております。この区間も春日部駅構内から伸びる仮上り線の線路が接続されると思われます。伊勢崎線第124号踏切付近の河川柱に全ての電線が接続されております。旧コンクリート状の河川柱はすでに撤去されているようです。伊勢崎線第125号踏切付近です。この辺りは今週もほぼ変化がありません。今週もここから128号踏切付近に向けて歩いていきます。128号踏切に到達する前の125号踏切と126号踏切手前のマンション横に注目すべき点があります。この付近はもともと用地が近接しており、どのように作業するのか気になる場所です。踏切と踏切の中間ですが目の離せない場所です。では126号踏切です。126号踏切付近にも仮線がすぐ近くまで迫ってきました。枕木の積まれている向こう側に線路が敷設されてきています。先日設置されたボックスには線路が接触しないように引かれているようです。河川柱が現在の河川より外側に立ち並び、河川柱の位置からもかなり内側に線路が移設されることがわかります。駅以外の場所の仮線も確実に伸びてきております。では続いて127号踏切に行きます。伊勢崎線第127号踏切付近も先週とあまり変わりませんが、先述した通りで127号踏切から126号踏切に向けての仮線が伸びています。ただこの線路、踏切とはまだ接続されていません。その他は先週とほとんど変化はありません。先日の踏切線路の設置の速度には速さにはびっくりしました。夜間作業でかなり作業が進められているものと思われます。では128号踏切付近です。128号踏切付近もこちらもほぼ変化がありませんが、河川柱のアーチ部分が出来上がっています。この部分は連日申し上げている通りで非常に進路が変化する場所です。大変注目の場所ではありますが、今のところ大きな変化はないようです。しかし空を見れば電線がだいぶごちゃごちゃしています。この付近はかなり短い間隔に河川柱が立っていますが、どのように使われるのか非常に注目をしています。2月の2日から8日まで踏切通行止めのお知らせが出ていました。工事時間にあたる朝8時から夜の6時まで、18時までの通行止めのお知らせが出ていました。さすがにこれは箱メガネではありません。線路で量は使いません。では今週の進捗状況です。東口連絡橋が供用を開始いたしました。仮上りホームの線路敷設がだいぶ進んでいます。用水路工事現場工事が終了しています。第127号踏切付近の仮線がかなり126号踏切付近に進んでおります。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければぜひチャンネル登録もご検討ください。隣のラスカルがご案内いたしました。ではまたお会いしましょう。